はい、はい、はい、はじめまして。はじめまして、大二郎です。よろしくお願いします。こんな感じで大丈夫ですか？大丈夫ですよね。大丈夫、大丈夫、大丈夫。実はね、とあるご縁でですね、はい、大二郎とね、はい、会う機会があったな。はい、そうですね。はい、敬語 NG、敬語 NG。 敬語じゃなくていいんですね。敬語 NG。 わかりました。さっきの感じよ、はい、さっきの感じ。何そのバックシーンみたいな。なるほど。まあ、大二郎とは暇をね、持て余してるよな。紐を持て余しって言って、なんてごめんごめん。暇。ああ、そう暇を持て余し、はいはい。ちょっと滑舌やばいね。いやいや、そのちょっと耳腐ってる。耳腐ってどういう、私口腐ってる。いや、口腐ってるやつと耳腐ってるやつ。まあ、そんな感じで話す機会があって。どうや、元気？いや、元気だよ。普通に生きてます、僕は。だから動画でも何回か、カノンチャンネルは見たことあるし、あとアリーとよくねコラボしてるから、俺もアリーとコラボしたことがあるから、それで知ってたんですよね。あ、うん、ということで、ありがとうございました。やばい、もう動画終わる、動画終わる。待って、冒頭今日は、ね、なんだっけ、どういう系の。よく知らないじゃん、お互いのこと。全然知らない、っていうか今日会ってるからね。そうお互いのこと知らないから、どういうことを今までしてきてたとか。まあ、なんなら、まあ、時間、私たち暇を持て余してるからさ。そうあと5時間ぐらい、あと5時間さ、5時間ぐらいあるからさ。何やんけんの、何やんの、いろいろ人生とか分かんないけど、いやいやいや、喋っとこ、楽しみ。あんまりこう、細かく喋ったことないと思うんだよね。ないよ、だってもう全部ネタだもん。どういうこと、全部。いや、なんか要はインタビュー記事とかにあったことあるけど、動画ではこう、あんま話しないかもしれない。そうだよね、うん、私生活とか言わないよね。そうだね、だから私生活知らないしさ。今日会ってるからね、誰も知らない。そう、誰も知らない。そっか、カノンチャンネルは結構私生活とかも、うん、あのやってる感じか。やってる、Vlog もやる。そうだよね。そうだ、みんな知ってんのか、どういうなんか過去があってみたいな。そう、あの激動の人生、激動の人生。市役所で働いたのしも、あ、それは言ってる、言ってる。うん、もうすぐ辞めたけど。すぐ辞めたけどね。幅中みたいな。幅中みたいなってな。幅中。どうす、どれぐらいの感覚で尺で喋ればいいかあれだけど。全然もう長くていいよ。私カットする気ないからさ、もう垂れ流しで言っていいよ。え、じゃあもうスタートから言っていいの？あ、もうスタートとか言って、もうどこボーンみたいなさ。どこボーンって言うと、やっぱ、ね、まあ、北海道ボーンなのよ。あ、そうなの？そう、北海道札幌市ボーンで。マジ、なんかボーンって言ったらウケるね。そうボーンなんだけど、うんうん、母親が佐賀県の人で、父親が秋田の人。チャーみたいな。いや、そうそう、北と南で。もうだから、なんか小さい頃からいろんな発音があったわけよ、日本語も。秋田弁喋る？喋れない。父親もそんな秋田弁喋れないんだけど、うん、ちょいちょいこう秋田感が出たりするの。例えばなんかご飯のことご飯って言ったりとか。まあ、そういうことです、うん、ご飯って聞くとドラゴンボールのあいつ出てこない。わかる？え、あいつがむしろご飯じゃないの？あ、そうなの？あいつご飯じゃないでしょ。知らない。え、ご飯、うん、ちょっとコメント欄でほしい。あ、いや、うん、そう、だからなんか子供の頃からまず発音に敏感な子供だったなっていうのなんだよね。で、そういうこと。そうやばい、ちょっとここでなんかもう今で繋がっちゃったみたいなこと。そう、今に繋がっちゃったけど。なるほど、うん、あ、ごめん、今つばったんだ。いや、大丈夫、何でも飛ばして大丈夫。だから中学校で英語を勉強し始めるわけだけど、その時も、あ、いろんな英語にも発音があるんだなみたいな。おお、それで英語に興味持ってったのよ。その方言ベースから入って、で中1で英語始めて、で中2で札幌市のプログラムで、オーストラリアのパースっていう町になんかホームステイプログラムに応募して、で2週間ぐらい行ったの。そこでなんか英語って楽しいかも、プラス海外って楽しいかもみたいな、オーストラリアに3週間かぐらいホームステイ行って、で大学入って香港とフィンランドに半年ずつ交換留学したのね、うん、すごい。大学卒業します、で普通に東京で就職します。あ、何会社？電子部品系の会社かな。見えないよ。見えないでしょ。見えないよ。そう、俺はあのキヤノンの担当だったんだけど、部署が違ったら車とか、だからどんな、もう電子部品なんて何でも使われてるじゃん。冷蔵庫でも iPhone でもカメラでもある。そう、そこは俺のなんかカメラ担当みたいな部署に配属されて。ぶっちゃけ今の使ってる、撮影に使ってるカメラってキヤノン？今、あ、ごめん、 iPhone。 iPhone で撮ってる。ショーツの時は iPhone とかじゃなく、あ、まあ一応ソニーのカメラあるんだけど、最近めんどくさくなって。わかるよ、もう iPhone で撮っちゃってる。そうそう、すごい。ごめんね。で、やっぱり就職して、うん、大会系の会社だったから、
俺全然その部活とかもなんかすぐ辞めるような人間だったし、辞めそう、辞めそうでしょ、辞めそう。俺ね、何の部活だったの？俺中学校の時バスケ部入ってて、うん、辞め途中で辞めて、うん、で高校の時軽音部入ってて、軽音部途中で辞めて、大学の時なんかフリーペーパー作るサークルみたいに入ってて、うん、でそのままフェードは途中で U11 全部やめてるってこと？全部やめてる。なお華々しいよそれ。でこっから話す話もめっちゃやめてるから俺これからも。え、ちょっと教えて教えて教えて。すごいやめるから。YouTube やめないでね。YouTube やめてない。 YouTube 一番最初、うん、だからその会社はすごいまあね、給料とかもまあまあまあっていう感じでよかったけど、うん、半年で結局やめちゃう。半年早いね。挨拶しっかりみたいな感じかな、その会社的に言うと、うん、おはようございますみたいな、うん、お酌をしっかりとこうやるとか、なんか飲み会の席をエクセルで作ってなんか提出するとか、あ、すみません昨日はありがとうございましたみたいなやつを全員にやるとか、まあまあまあそのサラリーマンとしてっていうか、まあ当たり前のことかもしれないけど、ちょっと向いてなかったっていうか、うん、きつかったよね。俺すごいなんか職人気質っていうか、一人でずっとこもって何かをやってることが好きだから、それチーム戦がすごい苦手なのよ。わかる、うん、そう、私も協調性がないからさ。そう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 、例えばね、あの高校生の時体育の時間、うん、じゃあみんな走りますよ、よーいどんで私歩き出してた。いや最悪最悪だよもう。協調性もクソもないけど。やばい人だとやばい人。そういう学校生活とか会社生活を通して、うん、やっとそこで俺ってやっぱりそのチーム戦が苦手なんだなっていうのはうすうす気づき始めてた、もうその頃から。だから一人で何かして生きる人生の方が、その木こりとかさ、うん、木こり、そこで木こり出てくるのね。木こりでは一人で今木こりいそうだな雰囲気じゃない、ここ。そうそうそう、確かに木こりっぽいんだけど。木こりっぽいね。そうだけど、とはいえでも自分でお金稼ぐ方法分かんないし、就職しないといけないよなって辞めてからもやっぱ思ってたの、うん、どうやってだって家賃払っていけばいいのみたいな、うん、今一人暮らし、もちろんもちろん一人暮らし、うん、でももう一回日本で就職したら同じことが起こりそうだなと思って、辞めた2ヶ月後にスーツケース持ってタイに飛んだの。ええタイに飛んだの？そうピューンって。そう、そうでタイは大学の時にタイ人の留学生が300人ぐらいいて、大学に結構タイ人の友達いたのね。なるほどね、タイ語喋れたの？いやペラペラじゃないけど、なんかそこ右曲がってくださいとかこれくださいとかは、まあ住んでる日本人だったら誰でも喋れるぐらいのタイ語かな。まあいべんらい。そうそう、よくしてる。でも、うん、結局また同じ日系企業に入って、だから就職できたってこと？就職しよう。すごくない？いくつ受けて受かったって？面接をね、なんか10個ぐらい入れたのかな、とりあえず3週間のうちに。すごくないそれ？そうそうそう、はあ、で受けまくって、タイって面接2回ぐらいしかないの。日本ってなんかすごいじゃん、エントリーシート、うん、なんか試験でタイ2回ぐらい全部終わるから、結構ポンポンポンって終わって、最初に決まったのが、うん、そのね、あの IT 系の会社かな、まあインターネット売る系の会社。じゃあぶっちゃけ10件中何件受かったみたいな。どうだったかな、半分まあ以下かな、だから10件うちって2、3とかかな。あ、すごい、それでもすごいじゃん。いや、そんなさ、やめてさ、退職して2ヶ月でスーツケース持ってタイってさ、泣いて取ってくるんだからさ、すごいじゃん。いや、ちょっと人材不足だったかもしれない。それで？で結局だからやめちゃうのよ、それも。どれぐらいで？1ヶ月ぐらいかな、1年続かなかったね。大二郎にしたら続いたんじゃないの？俺にしたら一番続いてるそれ。そう、うん、で次外資系の金融系のなんか会社に入ったの、うん、俺はなんか日系じゃなくてもしかしたら外資系かもみたいな、うんうん、で結局それも6ヶ月ぐらいで辞めちゃったんかな。そうなん？それもタイで、うん、それもタイで、はぁ、で辞めて、でまた、うん、生活の支障がないから、うん、また日系の企業入ります、うん、で俺そこでももうまたすぐ辞めたくなっちゃって。なんで？もう見てない、もう朝だから8時に行かないといけないとか、スーツ着るとか、もうそういうのも結構きつかったの。あ、出勤するとか、あと俺人となんか交渉するとかもすごい苦手なの。会話じゃなくて？会話、例えばこうしてほしいんだけど向こうはこうしたいみたいな、そこの調整みたいなのが嫌なの。その摩擦を産みたくないよね。産みたくない、もう一人で全部完結させたいみたいな性格で、で結局また辞めたいって思い始めちゃって、これ俺じゃあ永遠に辞めて
就職してこう繰り返す人生なのみたいな思っちゃって、でそこまでで 何件辞めた何件とか 1,2,3、 うん、ここまで4社目だよね。だそれがすごいね。それもう24歳とか5歳の時にもう4社目だったから、うん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 、俺どうしようみたいな。だからやっぱサラリーマンとして生きてく以外の方ないっすかみたいな、ちょっとすいません神様みたいな。おお神様。そうでその時に YouTube が結構盛り上がってて、うん、タイで YouTube やってる人が一人しかいなかった。タイ、タイ、バンコクのタイで日本人として YouTube やってる人が一人しかいなくて、うん、ちょっと待ってこれ YouTube としてなんかやってみたいかもって思ってタイのバンコクで YouTube 始めるわけ。その当時シェアルームシェアしてた友達がいるんだけど、うん、その人と二人で、うん、タイで YouTube チャンネルを開設。日本人？日本人、二人日本人。そうなのね。そう、だからタイの YouTuber だったのもともと。そうだったのね。タイ系 YouTuber だから未だにタイ時代の人は、あ、大二郎今英語系やってるんだって驚かれるみたいな。マジ？そう、そっちの 逆現象だよね。そう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 。それがね、2017年4月に始めて、うん、で2019年ぐらい入って、確か8万人ぐらいになって、うん、結構そのタイでやってる YouTube としては結構大きめになったんだけど、うん、そこでなんかそのいろいろ自分の悩み事とかあって、その一緒にやってた友達とかの関係とかもあって、うん、パニック障害っていう病気になっちゃう。でパニック障害っていうのはなんか息が苦しくて自分が死んじゃうっていう、あ、死ぬって勘違いしちゃう病気なんだけど、うん、それでもう続けられないってことになって。でもさ、ごめん、そこまでの間に、うん、いわゆる数年間の間タイの YouTuber として生きてこれたってことだよね。でも最初の、そう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 、でも最初の頃って全然収益ならないじゃない、うん、それでも今貯金切り崩しながらってやっていく中でもいけたみたいな感じ。そうだから2017年4月始めて、時系列曖昧なんだけど2018年の後半ぐらいにもうこれ YouTube でいけるじゃんぐらいだったの。すごい、2人分の生活費これ賄えるじゃんってなって、タイ安いからさ生活費。そっか、そう、まあ一人まあ10万ぐらいあれば全然暮らせんの、暮らせるからさ。まあそれ以外のなんかビザのね費用とかまあいろいろあるけど、とりあえずいけるって言って2人会社辞めたのそこで。そう、やっと会社辞めるって、もうその時の高揚感未だに忘れられない。おやっと俺はなんか自分がなんか望んでる人生に向かっていくんだみたいな高揚感の絶頂の時に病気になっちゃって、うん、もう本当死ぬと思ったのね。パニック障害。そう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 。それ治るの？いやー、完治はしないけど、完治はしないっていうか、まあ、頻度は抑えられるみたいな。そう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 、うんうんうん、とにかくもうそれでもう続けられないってなっちゃって、うん、YouTube やめて日本に帰国したの。え、ちょ待って待って待って、帰ってきたの？そう、帰ってきた。その完全帰国ってやつですよね。マジ？本当は俺治療のために日本に一時的に行くっていう風な計画だったの。もともともうパニック障害的にその飛行機が乗れなくなったりするのね。なんか高速道路とか、うん、なんか船とかフェリーとか新幹線とかなんかそういうのも、うん、でなんかどんどんできることが少なくなっていくの、悪化していくと、うん、で当時の一緒にやってたとの関係もちょっとうまくいってないみたいなのもあって、うん、なんかもう戻るっていう選択肢がもうなんかだんだんなくなってきて、で日本で本当実家で会社も辞めちゃったし、うん、YouTube もないし、なんか病気になっちゃったし、うん、俺マジでどうしようみたいな感じ。30歳にして、うん、マジでゼロみたいな、うん、で、うん、とりあえず日本なんていうかな、自分の YouTube チャンネルを開設して、まあ、厳密に言うとタイにいた時から自分のチャンネルはまだあったんだけど、それを本格的になんかやろうとして、だから最初はもうレゴ作る動画を撮ったりとか。あ、ちょっと待って待って待って、え、全部がリセットっていう状態で日本に帰ってきたっていうことになるわけじゃんか。そうそうそう、辛くない？いやマジできつかった。やばいやばい、それはやばい。とにかく、そう、とにかく病気も辛いし、うん、金銭面もっていう不安もさらにその病気を悪化させるし。そうだよね。でなんか30歳になって俺実家の子供部屋にいるじゃんみたいな、うん、で寝ててさ、ちょっとあのいろいろ戻ってきちゃった感じね。そうそうそう、うん、みたいなやばいやばい。でめっちゃ体調悪いのに、うん、なんとかなんかしないとと思って、うん、なんか YouTube にそのレゴの作ってるとこをただ映してる動画とか、あれ、おー、未だに残ってんだけど俺のチャンネル遡ったらレゴあるのね。あ、そうなのね。再生回数なんか2000みたいな。あ、いいじゃんいいじゃん。そうとかなんか30歳無職の日常みたいなタイトルで、うん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 、ただ起きて歯磨きしておにぎり食って寝るみたいな、うん、いいじゃんいいじゃん。そうそう、全然やん。ふと自分って何が好きだったかなとかって思った時に、うん、英語好きだったよなって、タイでも使ってたし、
でも英語系 YouTuber なんてさ、例えば有名どころでバイリンガールさんとか、そのネイティブの人とか帰国子女の人がたくさんいるわけじゃん。いや普通にやっても別に俺なんかそこまでじゃないから。でも発音だったらあれいなくない、発音系みたいな、いろんな発音をやる人っていなくないと思って、ポジション空いてるかもみたいなのでやり始めたら、それがバーンって2020年の10月だったかな、ちょっと覚えてないけど2年前ね。そう2年前で、なんか北海道新聞とか載って、そう一面、しかもちょっとこれぐらいかなと思ったら、もうなんかもう一面載って、え、それって北海道出身のみたいな感じで取り上げられたってこと？そうそうそう、まあローカル新聞ね。そうなの？そう、なんか家帰ったら額縁にあのなんか飾ってるんだけど、なそっからもう、はい、英語研修、これこれこれだこれだこれだと思って、もうこれしかないこれしかない、俺はこれしかないみたいな感じで。そうだったんだ。そう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 。で今に至るみたいな。そう、33歳で今もう割とハッピー、病気の方もなんかもう普段思い出すことがないぐらいっていうか、うん、かなり順調。よかった。てかハッピーなん出てるよ。ハッピーなん出てるし、出てる出てるし、あのやっぱなんか楽しいとさ、やっぱり表情とかもそうだけど、いろいろ出るじゃんね。そう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 。てか大変だったんだね。いやー、ほんとどうなるかと思った。なんかその話聞いてさ、まあ、もちろん多分ね、視聴者のみんなも思ってると思うけれども、やっぱりなんかそういう苦労だとかっていうのを乗り越えたからこその今があるって思うとさ、そうそうそう、なんか今までさ、やっぱ発音は大事だみたいなさあるじゃんイメージ、うん、だけどもなんか大事だ、やめてやめて、それはまた別の話になっちゃうから、うん、でもなんか逆にね、そういう話聞いて、うん、深みが出たというかさ。けど同期は未だにその会社で楽しくやってたりして、うん、で俺が思ったのは、やっぱ人間って向き不向きあるんだなってやっぱ思ったの。あるわ。てかあれだよ、話聞いててさ、私たち同じだなって思ったのがさ、社会不適合者だよ。そうだよ、社会不適合者で私たちそうだよ、うん、いや本当にそうだよ。きつかったよ、うん、きつかったね、うん、学校とかはどうだったの、うん、小中高きつかったか楽しかったかみたいな大枠で。ぶっちゃけた話、いやもちろん楽しかったよ、オーバーオール、うんうん、だけどいじめがあったりとかしたのよ。